ウルフはアメリカ合衆国のミュージシャン、俳優である。1997年、ニューヨーク州ニューヨーク市マンハッタンに生まれる。母親は女優で脚本家のポリー・ドレーパーで、父親はジャズピアニストのマイケルウルフ、兄のナットウルフも俳優、ミュージシャンとして活動している。父親はユダヤ教徒で、母親はキリスト教徒である。2006年の6歳の頃に、 ミュージカル映画、ザネイキッドブラザーズバンド、ザ・ムービーへ出演して、子役として映画デビュー。ちなみに、同作品は母親であるポリーが監督と脚本を担当している。2007年から放送されたミュージカルドラマのテレビシリーズ、ザネイキッドブラザーズバンドでは、母親が同作品のクリエイターとして参加し、兄のナットと共に主演した。 その後も順調にキャリアを重ね、2011年にはスタジオジブリが制作した宮崎五郎監督の長編アニメーション映画、国リ小坂からで英語吹き替え版に声の出演もしている。2013年のブレンダン・フレーザーのエリートをぶっ飛ばせ、ではブレンダン・フレーザーと共演し、13歳で大学に進学したネクラな天才児を演じている。 母方のドレーパー家が名家としても知られ、銀行家で軍人として知られる、ウィリアム・ヘンリー・ドレーパー・ジュニアや、おじにベンチャーキャピタルの分野で活躍する、ウィリアム・ヘンリー・ドレーパー3世、同じく投資家のティム・ドレーパーらが、親戚にいる。ありがとうございます。